はい、こんにちは、久保です。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。さあ、今日は奇跡の抽選、外れは全額返金、1000円で毎週142万円当たるプールトゥギャザー徹底解説ということでやっていきたいと思います。こちら僕の自己紹介となってますので、ご存じない方は止めてみてください。ジャンルとはですね、 FX バイナリー株仮想通貨、その時一番熱いものをやって、で稼ぐというスタイルでやっております。概要欄の方にですね、各種 SNS のリンク貼っております。こちら登録しておいてもらえると、 YouTube では発信していない情報はやですね、プレゼントとかをお渡ししておりますので、登録されてない方はぜひ来てください。はい、それでは本題のですね、奇跡の抽選、外れは全額返金、1000円で毎週142万円当たるプールトゥギャザー徹底解説に移りたいと思います。そのプロジェクトなんですけども、オプティミズクエストですね、はい、をやっていたらですね、面白いなぁと思ったのがありました。それがですね、このプールトゥギャザーというプロジェクトになり、ちょっと日本語に翻訳してます。はい、でプールトゥギャザーの説明書いてあるんですけれども、まあ、簡単に言いますと、利用者がですね、USDC ですね、ステーブルコインをプールしますと、そうすることでですね、その集まったお金、みんなで、まあ、集めたお金を他の DeFi プロトコルで収益を狙うと、まあ、APR5% とかそういうのあるじゃないですか。でも 5% ってね、まあ低いなとは思うんですけども、まとまったお金があればですね、まあ、そこそこの利回りとか利益が出るわけですよね。はい、でその出た利益を、まあ、プールトゥギャザーは運営費などを引いて、それでそれを商品として、でプールした人にですね、抽選をしていると、はい、で誰でも勝つチャンスがあり、すごいのは誰も負けませんということですね。そのプールしてる USDC というのは没収されないんですよ。ずっと運用され、入れてる限り運用され続けます。でいつでも引き出せます。で入れてる額が多かったり、あとは期間が長ければ長いほど当たる可能性が高くなるだけで、別にそれ没収されないんで、負けっていう概念がないんですよね。はい、なので、まあ、仕組み上はリスクになっております。でじゃあリスクないのかって言ったら、まあ、そういうわけではないので、そのあたりもしっかりとですね、この後説明をします。でオプティミズムクエストの対象になってるんで、 NFT をゲットして、でそれがもう、ね、集めることでオプティミズオプのですね、 OP のトークンのエアドロー第2弾っていうのを狙っていくこともできますので、はい、そちらも続き、この動画でですね、やっていきたいと思います。でまずは知識テストをします。プールトゥギャザーはですね、真上の問題ですと、はい、ちょっと問題これですね、はい、毎日チェックしないと残高が減るというよりはですね、当たってたら引き出さないと期限があったんですね、確か。はい、なのでそのことを言ってるんだ。はい、完了しました。でクエストを完了するためにオプティミズムで 20USDC 以上をプールしてですね、プールトゥギャザーに入金、まあプールっていう、で少なくとも3日間はプールした状態にしておくということです。はい、じゃあですね、ここをプールトゥギャザーのリンクがあるので飛んでみます。はい、こんなページに飛びました。はい、でエブリーウィークですね、毎週の平均のアワード商品が1万668ドルということで、はい、1万668ドル、1万668かける今133円ぐらいですかね。はい、なので142万弱、はい、っていうのを毎週ですね、検証しているということです。はい、でただね、これ週の平均の総額であって、実はその毎日やってるんですよね。はい、なので142万円ぐらいを分割して毎日やってるとといったイメージです。はい、でこちら進んでいます。デポジットトゥーウィン、はい、こんな画面になりました。で、そうですね、ちょっと最初見たら分かりづらいなとは思うんですけども、分かりづらいなと思うと思うんですけども、まあそんな複雑ではなく、これチェーンによって現象が違うんですよね。オプティミズムチェーン、イーサリアムチェーン、で、ポリゴンですね。はい。で、あとは実はですね、ここをまあ切り替えられない。これリコメンズ、おすすめってことですね。で、
はもう一個あって、アバランチのチェーンがあって、まあ、4つのチェーンの検証があると、はい、で、USDC のオプティミズチェーンをですね、プールすると$500、ここは$500のプールで、イーサリアムの方は一番高くて1524で、ポリゴン500で、アバランチも500です、はい、で、全部ですね2ドルから参加できます。こちら進んでいます。はい、デポジット1で、そうするとここにですね、まあ、いくら入れますかということで、で例えば1ってやるとですね、ミニマムが2ですよって出るんですね。なので2以上にしないといけないということで、はい、で2以上にして入れると、で入れる数、数字ですね、額を大きくすると当たる確率が多くなると。で4種類あるんで、まあ、全部2ドルずつ入れたとしたら8ドルじゃないですか。なので8ドル、まあ、約1000円ちょっとですね。なので1000円ちょっとで全部参加できます。はい、でもちろんね、少額最低だと当たる確率っていうのはまあ一番低いわけですけども、それでも全部参加できるわけですね。はい、そしてで500ドル、1524ドル、500ドルっていうマックスの商品があって、でこれが毎日ですね行われてるってわけですね。はい、なので週でね総額が142万とかになると。ここまでの話まとめますと、まあ、4つのプールがあって、そこに2ドルから参加できて441回目の抽選が行われていて、で残り16時間で終わるということですね。はい、でこれが終わったらその500ドルとか1524ドルのあれですね、当たりが出ると分かると、はい、でそれが毎日のように行われていて、で週の総額が142万円ぐらいになっていると。で負けても別にその入れた額っていうのは没収とかされないので、もうそもそも負けという概念がないと、まあ当たる当たらないはあるけど、その負けという概念がないので、仕組み上ノーリスクになっているということで、まあ、すごいね、面白いですよね。はい、プロジェクトも利益が上がりますし、利用者もですねノーリスクでお金を稼ぐことができると。まあ、待ってるお金があったらですね、ここに入れといたら、もしかしたらね、こう大当たりするかもしれないということがあり得るわけですね。はい、ここまでプールトゥギャザーのですね、ざっくりとした解説でした。よく分かったよ、これ面白いなと思った方はぜひね、グッドボタンを押してお知らせください。で先ほどね、ノーリスクとは言ったんですけども、じゃあ本当にリスクはないのかっていうね、ところもね、しっかりと見て、そっちで情報をね、シェアしたいと思いますので、ホワイトペーパーの方をちょっと見てみます。リードモアですね。こちら、読みます。はい、こんなページ作りましたので、翻訳して見てみましょう。はい。で、まあ、いろいろバーっとあるんですけれども、リスクのところですね、こちら進んでみましょう。はい。でリスクはですね、まあ、外れがないというところは間違いなく、そういったリスクはないんですけれども、こういったリスクあるのというのはしっかりと書いてありますので、はい、3つある、ね、はい、プロトコル依存リスクと、で、みんながこう入れたお金を運用するんですけども、その運用先ですね、で、まあ、例えば、コンパウンドとかに、預けてるってそこで利回りを得てると書いてありますよね。はい、なのでコンパウンド側で何かあったらそれは入れたお金がね返ってこないってこともあり得るというリスクがプロトコル依存リスクですね。でスマホン悪用リスク、まああとはこれハッキングとかね、そういうことですね。はい、なのでまあそういったリスクがあるよと。これと紛失リスク、これはプールトゥギャザーとは関係ないけれども、まあ、DeFi を触る上で、まあ、ご自身がウォレットを使っててその管理が甘いと資金を失う可能性が、まあ、それは当然どこの DeFi でもそうだと思うんですけども、はい、まあ、これは置いといても、まあ、この2つですね、まあ、ハッキングとかはね、そういったバグをついたものっていうのは、まあ、これもねどこにもあると。でもちろん監査は入っているみたいなんですけれども、一応それが
実は気づいてない穴があって、そこを突かれるってリスクは、まあ、どこの DeFi にもあると。で、あとはね、これですね、まあ、どこの、その、運用先が、まあ、しっかりとしてるところ、コンパウンドとかですね、R とか書いてあったんですけども、そういうところに入れてるみたいですね。はい。でも、まあ、本当に仮想通貨っていうのは、まあ、FTX がね、こう破綻するぐらいで、まあ、何があるか分かんない業界ではあるので、やっぱり、これでね、全部、全額入れるとか、そういうことはやっぱりやめるべきだと思います。はい。なので、自分が取れる、仕組み上はね、負けはないんで、本当に入れた額っていうのは負けはないんで、没収されるとかないんですけれども、その運用先がこけるとか、そういうことはありますので、しっかりと書いてあるんでね。で、僕もしっかりとこういうのを見て、で、説明をしてますんで、ちゃんと、もしやるんであれば、ご自身の取れるリスクの範囲内で、やるべきかなと思います。あと、よくある質問。こちらも見てみましょう。はい。賞金はどこからということで、まあ、これは、みんなが入金された資金で得られたリスクに基づいて生成されます。ね。で、賞金ごとに応募する必要がありますか？まあ、入金するだけで自動的にですね、資格を受け取る権利があると。大会、これは出金ですね。出金にペナルティはあるのかと、ないです、と。ただし、その期間の平均入金額によって、その当選確率が変わると。で、まあ、簡単に言いますと、24時間の賞金期間の全体で、100ドルを入金した人。はい。で、例えば半分経った時点で200ドルを入金した人と、最初から100ドルを入金した人っていうのは、賞金期間の平均残高は100なので、貸すチャンスは同じですと、当然ですよね。はい。なので、最初から200ドル入れた人と、途中からちょうど半分の時点で200ドルを入れた人では、後者の方が当たる確率が半分になるということです。はい。では、勝者はどのように選ばれますか？で、分散型で、まあ、不正のないように選んでるってことですね。はい。で、早めに入金するメリットはありますか？これ、ここと一緒ですね。はい。ここで説明した話と一緒です。早い方が平均の入金額っていうのが上がるので、当たる確率は高くなりますと。どの賞金プールを選ぶべきか。これはですね、さっき見たイーサリアムが一番高いんですけども、後でですね、一番美味しいの、まあ、現時点でですよ。現時点で一番美味しいなと思うものを、見て、話しますので、はい、楽しみにしてください。お金を失うことありますか？リスクは何ですか？と。はい。まあ、これはさっき話しましたよね。このリスクのところで話しました。はい。私の預金は保証されていますか？預金は保証され、まあ、リスクが、さっき言ったリスクがあるので、保証はされています。いません。うん、ここでプロトコルカバーを購入できますと。こちらのリンク飛んでみます。あ、ネクサスミューチュアルですね。保険ですね、これ。はい。保険、DeFi の保険のトップ、トップレベルの保険プロジェクトだったと記憶してますね。はい。で、まあ、ここでコストをかければ、カバーを購入できると。はい。もし何かあった時のために、保険っていうのを、まあ、カバーって保険っていう意味ですよね。はい。そちらをこう、ネクサスミューチュアルで購入できますと。はい。どんどんいきたいと思います。商品と当選、各確率は、と。入金する金額が多いほど、あとは期間がですね、長い、要は平均入金額が高いほど、チャンスが高いと。で、賞金は何点ですかと。賞金の額は動的に変化されると。さっきの500ドルっていうのは、上下するって書いてあるんですね。イーサリアム1524ドルっていうのが。はい。賞金の受け取り方法。はい。賞金が今日授与されると、請求するようにできると。はい。24時間クールダウン期間があるみたいですね。はい。で、これ重要ですね。当たってから60日、約2ヶ月以内にですね、クレームしないと、権利がなくなるってことですね。はい。デイリープライズバリューとは何ですか？毎日の賞金の価値は全ての賞金プール間で分割されます。これちょっとよくわかんないですね。はい。で、最後の1秒誰かが参加するのを妨げるものなんですが、いつでも入出、手数料なしで入出金できますと。はい。まあ、ただ、これも何度も話してますけど、平均入金額が高い方が勝つチャンスが高くなると。プライズギャップは何ですかと、プライズギャップはプールガバナンスを制御するためと。うんうん。
なるほど。その期間内に当たる最大数が現在は1に設定されていると。で、一番高いものが、その賞金を請求することができるということですね。で、これはですね、ルールガバナンスによって調整可能ですと。まあ、これが1がですね、4になったり、それは投票で決めるってことなんですね。賞金 APR、まあ、これは入れた額に対して、まあ、大まかにどれぐらいの APR がつくかっていうことなんですよね。その当たる確率とかを考慮して、はい、で商品の受け取り期限はどれぐらいですか、さっきもありましたね、60日以内ですと。で誰が勝ったか見ることは分かりますかと、抽選利益を確認することができますという感じです。やっぱね、まあ、こういったホワイトペーパー、ドックスとかはちゃんとね、見ないといけないと思いますけれども、まあ、なかなか英語を翻訳するとね、癖があって、もともと DeFi ってね、分かりづらかったりすると思うんで、はい。まあ、そういったことをね、僕が、ちゃんとチェックしてお伝えできればなと思って、この YouTube チャンネルは運営しておりますので、はい。今後も頑張ってですね、こういった調査をして、あとは、詳しいところですね、しっかりと見て、リスクが、まあ、この仕組み上はね、外れはないんですけども、もうやっぱりDeFi なんでね、リスクはありますよね。はい。そういったところもお伝えしていきたいと思いますので、今後もですね、聞きたいよって方はぜひグッドボタンを押して応援の方よろしくお願いします。さて、ではこっち戻ってきました。で、デポジットトゥウィンにしてみます。はい。でですね、はい。まあ、ツールがですね、4種類あるんですけれども、はい。その中でですね、このね、ポリゴンが一番ね、当たる確率は高いなと思いました。このね、デポジット1、こちら見てみましょう。でここに、まあ、数字を入れるんですけど、まあ、最低 2USDC ですよね。はい。で、これが、9938分の1っていう確率ですね。はい。で、例えばね、これ20ドルにすると、まあ、約10倍になるんですね。で、200USDC。例えば2000とかだともう10分の1なんですよね。はい。10分の1で当たるって結構じゃないですか。まあ、確率高いですよね。はい。で、これ他のプール見てみましょうね。はい。オプティミズム、いきます。仮にオプティミズムで2000にしたら40分の1。まあ、でも40分の1でも結構高いと思うんですよね。はい。一応、イーサリアム見てみましょう。はい、イーサリアムは、やっぱ、参加者多いんでしょうね。2000ドルでも、に、まあ、一番、商品が高いですからね。はい。2万410分の1ですよね。はい。なので、あと、アバランチですね。アバランチも40分の1ですよね。となると、期待値的には、ポリゴンが一番上で、オプとアバランチが真ん中で、イーサリアムが一番、期待値が低いということになるかな。面白いんでね、いろいろちょっと入力とか変えながらやってみるといいと思います。では最後にですね、オプティミズムクエストを達成するために、オプで 20USDC をですね、プルトゲーターに入金し、3日間ですね、入れておきたいと思います。こちらのオプティミズムデポジットして、で、まあ、20ドルだとね、ちょっと不安なんで、まあ、21とか2とか、やっといた方がいいと思います。ジャストだとちょっとね、対象にならないということもあるかもしれませんね。はい。なので、22ドルと、USDC で、リビューデポジットがやります。はい。初めてね、このプルトギャザーやる方は、アップルーブが出ると思いますので、そのアップルーブをしたら、このデポジットできるようになります。僕はもう以前やってるんで、そのアップルーブはもう、とかしてますのでね。はい。で、デポジットします。と、まあ、若干ですね、ネットワーク費がかかる。ね。はい。ガス代は 0.08 度ですね。安いですね。あ、すいません。今のがね、アップルーブでしたね。はい。以前にやったのはアバランチでやったのか。はい。なので、オプティミズムチェーンは初だったんで、
ブルームが出ました。はい、では続けてやりたいと思います。はい、あこのね、PT、このトークンが、22USDC をオプティミズムに入れてるよっていう、まあ、あの証明みたいなもの、ね、証明のトークンみたいな感じ。で、これ引き出したらこのトークンがなくなって22返ってくる。ね。はい。では、進みます。はい、ガス代は 0.07 ドルですね。安いですね。はい、デポジット中です。はい、サクセスとなりましたね。ただですね、このアカウントってところ見てください。自分がいくらじゃあ、どこのプールに入れてるかって出ます。そして、ウィニングチャンスっていうのがですね、デイリーでは3600分の1で、ウィークリーで516分の1。22ドル入れただけで516分の1が1週間で当たる可能性って結構これすごくないですか？で、おそらくですけど、これポリゴンで、もうちょっと入れたらですね、ウィークリーでは結構当たんじゃないかな。さっきポリゴン2000ドルでデイリーで10分の1だったから、ウィークリーだったらほぼ、2週間に1回ぐらい当たるみたいなことになんないかな。なるかな。うん。ちょっとね、皆さん触ってみてください。はい。で、まあ、僕がね、こう話したことで、参加者が増えて、若干当選率落ちてしまうかもしれませんけれども、それでもね、全然まだ美味しいレベルだと思います。もちろんさっき話したリスクっていうのはあるんで、それを踏まえた上で、入金額っていうのはね、決めてくださいね。あと、ボーナスリワードといって、ポップトークンが APR 2.64% でもらえるみたいですね。はい。こういった、まあ、特典もあると。で、こちらオプティミズムクエストですね。ここまでやりました。はい、20USDC 以上入金しました。オプティミズムペンで入金しました。で、3日間経ったらですね、はい。こちらに進んで、ギャラクシーでですね、NFT をゲット。こちらの方で、NFT をゲットできるようになると思いますので、クレーム可能になったらそちらもしてみてください。オプティミズムのオプトークンのエアドロー第2弾の権利になる可能性がありますので、じゃあ忘れずにやりましょう。はい、そんな形で奇跡の抽選、外れは全額現金1000円で毎週142万円当たるとですね、プールトゥゲザー徹底解説しました。で、リスクはですね、仕組み上はないんですけど、ないんですけども、DeFi なので、まあ、具体的には2つのリスクがあるという話もね、しておりますので、はい、それを踏まえていっても、アバランチじゃなくて、ポリゴンの当選確率は結構えぐいと思いますので、チャンスあると思いますので、ね、皆さん取れるリスクの範囲内でやってみればいいかなと思います。今日の動画ね、いいねと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンの方を押して、応援の方よろしくお願いします。年内は最後の更新となる、なりますので、はい、今年1年ありがとうございました。はい、また来年もですね、皆さんにいい情報を届けられるよう頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。あと、僕がね、運営しているディスコードの方ではですね、オプティミクエストの全解説を行っておりますね。動画でこうやって、やり方っていうのはね、こう、解説。おりますので、興味ある方はですね、ディスコードの方で問い合わせてください。こちらのね、はい、SNS の方で問い合わせの方をお願いします。それではいつも最後までご視聴いただきありがとうございました。また来年の動画でお会いしましょう。